今回は、どの季節も別世界のように美しい京都のお寺という英史の記事からで、京都市伏見区にある醍醐寺弁天堂の春夏秋冬が一枚ずつ紹介されています。醍醐寺は、874年に創建された真言宗醍醐派の総本山で、古都京都の文化財として、世界遺産にも登録されている寺院。豊臣秀吉による醍醐の花見が行われた地としても知られています。四季折々の美しさを持つ醍醐寺に、海外から多くの感嘆の声が寄せられていました。